卒の方、フリーターの方、第二新卒の方は DYM 就職、あなたに合った求人をピンポイントでご紹介します。詳しくは概要欄をご覧ください。なんていうお店なんですか？マッチョマッチョっていう。マッチョマッチョ。マッチョマッチョさん。マッチョマッチョ。近い近い。キモーもうかまながらにキモくなってきた。どこまでタッチしていいんですか？下半身はダメです。下半身はダメですね。例えばケツとか。ケツはまあ別に。まだよ。ケツ、太もも、アナル。アナルはダメでしょ。アナルダメだよ。ダメだね。2人のきっかけは何ですか？筋トレのね。鍛え始めたきっかけ。僕は今26なんですけど、19からトレーニングをやって、ずっとやってる。なんでやろうと思った？やっぱモテたかった？いや、最初は海外かぶれで、まあアメリカにちょっと4ヶ月ぐらい留学に行ってて、その時に結構なんて言うんだろう、昔はなんか俺いけてんだろうみたいな、ちょっと髪も長くて、もうちょっとチャラい感じで、通用せんかったんや。それがそうなんですよ。向こう行ったらちょっと通用しなくて、ちょっとお前なんなんその髪型みたいな、キモいぞみたいな言われて、あ、これってあれなんダサいんやなって初めて知って。そこで関西人なの？いや、広島なんで。あ、じゃけじゃけ言っちゃうんじゃない？向こうで始めたのがきっかけで、で、まあ、向こうでボディビルダーの人とめっちゃ仲良くなって、それがビルダーの人と仲良くなるんだ。そうです、それは韓国人だったんです。へー、チャンネル登録よろしくな。元からみんなやっぱポルトガルではマッチョみんなする、筋トレする？いや、それではない。ジャスティンは前はラグビーやってたので、ラグビーのためにジム入って、でもジムの方が好きになっちゃったからラグビーやめた。かわいい。今日大人気だからジャスティンはっていうとこもかわいい。やめた。かわいい。人気なの分かるわ。だってそれ込みよね、キャラクター。ギャップがね。確かに。ボルラーってくるかと思ったら、2人でちょっとキスしてもらったもんね。なんでやねん、どういうことだ。爆税婦女子が。チャンネル登録してね。親とかにはさ、なんて言ってる？マッチョバーやってるって。うん、全然変な仕事じゃない。そうやね。何そのなんかちょっとやばい。日本にでもさ、ワーホリ行ってなんか学んでくるかなって思うやん。何しに行ったんかなって。マッチョパン。あ、でも悪いけど日本に来ても本当にろくなことないから。でも2月から5月は何やってたんですか？マッチョバーにやる前は。それ前は焼肉屋さん。やだ。 YouTube とかやってる？やってない？ YouTube やった方がええよ、キャラ的に絶対人気出るわ。でも質問なんですけど、今のお職業だけで食べていけるんですか？全然いけるんだ。この東京で食べて。高いよ東京、物価が。だからさ、やっぱり今マッチョというビジネスが今すごいんだと思うの。みんな見たいし、1ヶ月とか2ヶ月とかでさ、こんな体になれるわけじゃないじゃん。これでさ、だからお姫様抱っことかさ、なんかしてくれるわけでしょ。でもいるでしょ、あの女がさ、私あんまマッチョタイプじゃないからとか。ムカつく、そういうやつ。そういう女こそ連れて行ったらもうまんまウハウハやってんねん。コロッとね。そう、コロッと変わるでタイプやねん。だって完全に昔よりあのマッチョ好き増えたもんね。うん。鍛えた人が多いんじゃないですか、鍛えてる人が。あ、そうですね、今多いですね、鍛えてる。海行ったらみんなマッチョしかいなかったもん。違うの、もうマッチョ以外の人が行ったら恥ずかしいから。マッチョが増えていってんねやな。確かにマッチョめっちゃ多いですね。多くなりましたよね。プロテインどこの使ってます？ビレジェンドとか。あ、いいです、美味しいですよね。リフトとか。あ、リフト、私もリフト使う。リフト高くないですか？ゴールドジム。リフトのなんかあの PCAA？ うん、違う、ニュートのどの WPI？ WPI の方使ってる。あ、そう。6000円ぐらいするね。マウント取るな、もうプロテインマウント。みんなのアルバイト。営業時間は何時から何時までなんですか？7時、1時です、ね、7時から1時まで。あ、じゃあちゃんと風営法にのっとって。あ、そうですね、やってらっしゃるね。じゃあルーティーンってなると、週どれぐらいジム行って、どれぐらい。確かに週、僕は6ぐらい。週 6? 6?
週5ぐらい。週5。なんか増量期減量期とかあるでしょ、うん、でも減量期の時ってなんかもうヨボヨボになるというかさ、もう大変な感じで舞台上も悪いしみたいな、ね、今まさにだって減量期だからね。だから減量期はちょっとお休みするとか、増量期はちょっとシフト多めに入るとか。いや、ない、そういうのは僕はないんです。減量の時にお酒飲んでって言われたらどうする？ラスト1ヶ月はちょっと飲まないっすね。ああ、なるほどなるほど、はい、代わりになんかあの、あ、まあ別のプロテインとか、うん、代わりに触ってってなんだよそれプロテインとかね、飲んだり。え、朝行くんですか、昼行くんですか、それでも出勤前行くんですか？出勤前ですね、僕は。じゃあパンプした状態で出勤や。でもそうなると5時、6時とかじゃないですか。5時、6時ぐらい。ってなると10時台すごい混んでますね。どうだろう、場所によると思います、ね、うん。僕は行ってるところはゴールドジムなんですけど、あんまり混んでないですよ。うーん、僕もなんかエネタムフィットネスって言うけど、5時だとしたらまあ大丈夫。7時、8時ぐらいからは多分仕事終わりとかで来る。そうやね。でもさ、将来的にはさ、ずっと筋トレしていきたい、もうずっとやる、もうどっかでもうはっちゃけてさ、もう好きなも好きなだけ食べて太ってやるって、でもいいけど欲望のまま生きようとかならへん。あんまり今多分ね、欲望がこれなんだと思うよ。そうそうですね、割とだからね、こういう人たちはもう本当勝ち組よ。いや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 、本当にだからもう筋肉の才能のものがあるのよ、欲望の。だから我々はどんなに行ってもさ、なんかもうそのパーソナルとか行ったりして、まあ、もちろんその範囲の中では良くなる時期はあるけど、言ってこういうことにはもうどう考えてもなられへんのよね。でも私 ね、 言われたトレーナーから、筋肉は裏切りませんから。いや、そうやってみんな言うけど、裏切んねん筋肉、我々は。裏切んの、最初からないねんもん筋肉。だから作っていかなあかんねん。でも彼たちも なかったかもしれないわよ。え、昔どんな感じですか？確かに昔細かったっすね。僕は60キロなかった。ほら、身長何センチですか？68ぐらいですね。あ、でもじゃあ60キロで痩せてるわ。痩せてるね。そしてはちょっとあった、子供の時から水泳やってて、そのまま大学の時ラグビーやってたから、そっか、まあ、ちょっとラグビーでね、筋肉はラグビーを取らなきゃいけないもん。まあ、あと食べなきゃいけないしね。うん、うん、そう、食べるのは簡単。痩せてた人が増量してその体になるので一番大変なのは何やった？多分ですけど、増減繰り返さないとなかなか体が大きくならないから、やっぱ時間がかかるっていうことですかね。大嫌い、時間がかかること。もうほんまにもう毎日毎日、何もちょっとしか変わらへん、変わったか変わらへんかも分からへんこの状態で続かへんねん。だからみんなちょっと鏡を見て、こうなんか小さいなんか違いをこうね見て。だからね、ハマってないんだと思う、筋トレに。まだ、でもまだって言っても、俺もうパーソナル一番最初行き始めたのいつだっけ？もう3年前だじゃん。3年前とか、ね、でそれで全然ハマらへんねん。途中でね、あのもう行かなくなったりとかで、また行ったりとか、その、まあ、それは結構やっぱ一番続かんやつ、ね、続かへんねん。でも一応行きは続けてんねん、その、逆にすごいよね。でもハマってなくてもいいよ、3年行き続けてるのは。まあ、健康ですね、フィットネスですね。あ、そうですね、まあ、健康的な。あんたもそのうち飽きるよ。いや、僕逆に今ハマっちゃってるから。いや、そうやけど、なんか そういう時期もあった、ハマっちゃったみたいな。なんかその時行きたい、結構大きくなくても、一応行くという作業をする、うん、まあね、それは一番、ね、行ったら何だかんだやって、ちょっと持ち始めたらちょっと追い込み始めるんだよね。なんか知んないけど、そうだよ、私頑張ろう。もう今せっかく行ってるから、ね、一緒に行こうよ今度。え、なんかマウント取られそう。ほら見なさいよ、私の本当思いながら。ちょっとやり方違うよ。みんなのアルバイト。まあ、でもこういう話戻しますけれども、マッチョバーであの大変だったお客さんとかもいらっしゃるんですか？お持ち帰りしたいとか。帰らへんやつ、めっちゃ触ってくるお客さん。いや、そんなはまだ全然ないですね。いや、やっぱり一番大変なのは、まあ、ぶっ潰れる人かな。あー、もうそれはもう普通に飲みどころ酒どころとして潰れちゃう、うん、そうですね、超ハイペースで飲んじゃって潰れちゃう。男性、女性、男女の子ばっかりですね、やっぱりそういうお客さんは。だからなんか本当はさ、めちゃめちゃにやりたいのにさ、緊張しちゃってスペース上げて飲んじゃうんじゃん。ああ、まあそう、本当は頼みたいけどさ、緊張で頼めないとかあるじゃん。なんかさ、あの女の子多分触るときすごい優しく触ってる気がする。なんかマッチョ同士が触り合ってるのって、なんかもうあらって感じで思いっきりガーンって触って、めっちゃすげえだってやるやんか。だからそれで本来慣れてるはずやねんけど、それ知らん人らからしたら、なんかもう、あ、すごいって感じやんか。なんで一回乳首入るの？乳首じゃないよ、今の。
つぶれるぐらいの人ぐらいで別になんかあんまりないんですね。まあ、噛まれるとかはちょっと、噛まれるとかあるんですか？噛まれたそれどこを噛まれたの？いやもうなんか腕とかそれ、まあでもそうちょっとでも分からなくもない、ね、についてみたいもんだね。確かにちょっとフライドチキン的な感じでいやダメです。お客様はどうなるんですか？どうもならないですけど、いやまあ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 でも酔っ払ってるんで、まあそれはもうしょうがないっていう風になる時もあるし、あーはーはーって言いながら剥がす。そう剥がす。逆に良かったことは何ですか？マサイマやってて良かったことはやっぱりこう直で応援してくれる人が増えるっていう。え、それこそ大会とかやったら応援とか見てくれる人もいるんですか？そうですね、それはありますね。行く行く、早いな。お願いします。早いな。冷蔵庫背中冷蔵庫だぞ。11月にあるんで、あ、ちょっと来たですね。実は大会にちょっと 見に行ってこいって言われてるからトレーナーに。そうそう、ちょっと今度。でも多分どんな大会ですか？ボディービルみたいな大会。あ、そうです。ボディービル系ですね。ボディービル、はい、え、フィジックじゃなくて？あ、僕はフィジックですけど。フィジック。なんか良かったことありますか？夏場で良かったこと、まあ、特になければ特にないんですけど、話聞いてて見たかっただけなもんでちゃんと好きな仕事見つけたから、まあ、毎日幸せ。あ、いいですね。好きな仕事いいですね。お父さんね、もうなんかそう、みんな優しい。本当に可愛がりが量がありますもんね。こういう風に言ってくれたらね。仲悪い人はいないんですか？マッチョ同士で。全然いないとか見ない人本当にないんや、うん。でもさ、お前の筋肉それマッチョじゃない、俺は認めないみたいな。マウントを取りそうだね。確かに足が細すぎるみたいな、土台がなってないみたいな。あんたじゃないんだからブラスじゃないんだから土台をちゃんとしなきゃいけない。そんなモデルみたいな。でもさ、それこそさっきのさ、ブラスの話じゃないけどさ、このプロテイン美味しいよとかっていう情報交換とか、確かにね、して仲良くなるんじゃない？そうですね。あとはまあコンテストサポートとか、お店の中でサポートしてくれる人とかもいるんだ、そのコンセプト。そうですね、まあやっぱ初めて出ることが多いんで、大会に。あ、そういう人のサポートしたりとか、減量見たり。ジムではうるさいタイプ？あ、うわ、言うタイプ。それともなんか、あ、でも意外と静かかもしれない。静か結構うるさい。うるさい。でもさ、寝てみた、あーとか言っちゃいますもんね。重かったな。え、でもさ、そのぐらいやったらいいけど、たまにもうわっ、あっ、そんなのボワッとでいかないけど、近づけへん。ちょっと変な声出してるね。あーわー、それはオカマ。重くて誰か助けて助けて、それ彼女欲しい。お姉さん、お姉さん激になるよね。集中できないでしょ、他の人。うわ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 。でもやっぱさ、行く側としてはさ、ちょっと目のやり場に困るわけじゃない。そう、これいわゆる女性バージョンで言うと谷間なわけじゃない。男性から見て女性の谷間ってちょっと目のやり場困るじゃない。やっぱ私たち男性とやっぱり女性人たちはやっぱね、見るところに困るのよね。私たち男性っておかまのこと。おかまのこと。おかまのこと。そういうこと。だから正しい遊び方っていうのをちょっと知りたいですね。チラッと見る方がええんか、もうガン見してよだれ垂らしてる方がええんか。いや、どっちでもいいだろう、多分。どっちでもいいはいいと思いますね。結構割とがっつりの人が多いイメージですけどね。やっぱそうですよね。特にオカマの方はやがましいわよ。いや、そこまで開けてんだもん、見ろってことでしょ。そんだけ見といてね。あんた、こねくり回さないで、ペットボトルもうやめなさい。なんでこねくり回してんの。じゃあ、ほんと、いやーね、手が寂しくなってきてね。手が寂しくなってきた。まあでも、え、このシャツは脱がれないんですか？え、ちょっと、せっかくだからちょっと、それはどうなの？なんか乳首隠したらいけるか、はい、背景が海とかだったら大丈夫ですよ、ちゃんと適した場所なら。でもね、これ別にやらしい意味じゃないから。だってさ、筋トレとかだってさ、ジムの人たちもさ、YouTube とかでも結構脱いでる人多くないですか？多いです。でもマッチョはなりにくい気がする。いや、ならないと思う。ちょっとまあ、とりあえずバンになるかどうかも確かめてみよう。いや、それも大事。バンにはならない。バンにはならないから。あの、黄色マークになるから。お金が入らへんマークになる。いいんですか、逆に。あ、全然いいです。うわ、嬉しい。どこじゃんじゃん、チャラララララ。やめ
ダン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 ダうわぁ素晴らしい。ちょっと待ってこれはバンだわちょっと待ってちょっと見すぎじゃないの。何を触ってもいいですか。どうぞ。この分厚さすごいよ。もうさ、なんか牛よりもでかいんだもん。多分ね、ジャンプ4冊分ぐらい、もっとジャンプ4冊分ぐらいだよ。いや、みんなの家にあるかなと思って。よだれ垂らしてんじゃないジャンルがやっぱ違うさ。ちょっと触りなさい。やだよ、なんとか触りましょう。じゃあ、私はもう、いいんですか。すごい硬い。触りたいよ。ここのラインがもう、すごいんじゃない。乳首触らない。乳首触らない。ここすごいよ。多分ね、こんな動くって頭と多分おっぱい繋がってる。あれやろうよ、赤上げてみたいな、右上げて、右上げてみたいな、できそうじゃない。左上げてちょっと写真撮ってもいいですか、この筋肉。ね、何してんの。すごい。まあでもね、筋トレしてんだったらこれ見ると励みになるよね。確かに。頑張れるよね。ね、エロ動画を撮影するさ、おっさんと一緒に、ねね、あーすげえ、ね、すげえ、マジですげえ。パス。まあこれはお金払うわな。まあ、ありがとうございますよね。いや、ありがとうございます。ごちそうさまでした。これはすごいね。モテますよね、多分お二方ね。いや、まあ人並みぐらいです。いや、余裕な。何人並みこれで本当に2丁目行ったらすごいことになりますよ。マジですか。マジで。っていうか、どんな女が逆にアタックするんだろうって思う。自分にさ、よっぽど自信ないと無理じゃない。もうここまでの体だと。逆にタイプは、僕は結構可愛らしい感じの子が好き。じゃあアイドル系の方がいいってことですか。可愛くなってる。そっち系が結構めっちゃブスだった今の表情。さっきの表情。可愛い系ジャスティンさんはタイプは普通に日本人好きで、ブラジル人も好きなので、うん、日本人とブラジル人をハーフが好き。え、でもジャスティン絶対変態よ。おっぱいが大きいのとお尻が大きいのどっちが好き。お尻の方が。お尻の方なんや、やっぱな。お尻とおっぱいどっちの方が重要ですか。お尻もおっぱいはそんなに可愛らしい子が好きだから、のが好きってわけじゃなくて、うん、くびれとかそっちの方が結構。くびれようとしないの。なんでくびれようとしてんの。てかこれが日本の男とポルトガルの男の、うん、お尻はっきりとケツとかおっぱいとかって言えるかどうかなんだよね。変わってないかも。筋肉あった時とタイプは別に変わってない。どんな質問です、うん、こんだけマッチョだとやっぱテストステロンってすごい大事になってくるじゃないですか。オナニーは週何回。私ね、本当にリアルに何なんだよそこ。顔でこうなりたくてテストステロンを下げたくないと思ってちょっとたまにオナキンとかしてみるわけ。でも1週間の7日まで上がってってそっから別に普通なんだって、うん、何だったら下がってくるみたいな、うん、研究結果ではそうなってるけども実際のマッチョたちはどれぐらいオナキンとかしてるかってこと。どれぐらいの射精しないっす。僕はしてないっす。中5、6ぐらいじゃないですか。じゃあほぼ毎日結構やってる。ほぼ毎日。ジャスティンさんはあまりしてない。でも別にそれは筋肉のためにとかではなく気にしてるわけでもないってことですから。筋肉のためにじゃなくて、そう、別にやりたいときはやるし、うん、じゃあ私全然やってもいいんだ。あ、そうやっていいっす。そうそう、全然大丈夫。関係ない。全然射精し普通に、普通に質問してた。何の話だよ。そう思ったよ。だって視聴者どんな顔で見てた。
まあ、こ1週間あたりの射精量なんてこういうあれなんですか、うん、こういう内容のものでいいですか。ちょっとね危ないよね。まあね、ちゃんとこういう仕事の質問もしつつ、ちょっと和ます質問もしつつ、そうだよね、そうそうそう、大丈夫だね、切り替えがね、そうそう、あまりにもこう真面目すぎるとあれなんで、まあでもね、あの今日から達也は安心して毎日しゃべる安心した写真、ね、もう今日帰ったらそこやでしょ、そこもうなんならそこのもう男子トイレ、もうやだ早いわね。ありがとうございました。なんかね、お店のリンクかなんかあったらね、うん、概要欄に、まあそんな宣伝にはならへんと思うけども。いつかね、3人でも4人でも5人でも遊びに行きたいですね。ね、ぜひともね。お願いします。お願いしますちょ。企画でお願いしますちょ。企画で行きましょう。はい。ね、企画でね。終わりたくないな。みんなのアルバイト。なんかお店の宣伝とかあれば最後に。一応マッチョマッチョ、あの今広島と渋谷にありまして、広島のマッチョマッチョ行ってみたいかも、広島にも広島方言ね、広島系カープファンっていう設定で行くからさちゃんとあ全然カープファンじゃなくていいっすよ、あ大丈夫大丈夫です、はい、渋谷は今年のと4月にプレオープンで7月からオープンしてます。ん、広島のが先やったんや、広島が第1号店です。へー、はい、あ僕ともう一人あの別でいて、二人でやってて、オーナーはマッチョ、オーナーもマッチョっすね、ボスマッチョ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 、じゃあ私今度カママッチョとして、カマッチョ、カマッチョいつかいつかね、あの頑張って鍛えて、頑張って5年後ぐらいにカマッチョ、カマッチョとしてボンクレみたいな皆さん、達也のあと、ね、筋トレ事情もぜひ楽しみにしていてください。ぜひ遊びに来てください、ね、あ楽しみ、以上です、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、マッチョ